昨年5月1日に引退を発表した元卓球女子の石川佳純、31月1日までにインスタグラムを更新。3月30日からスタートした、倖田來未の、倖田來未リブトゥ2024、ベストシングルナイトに出向いた際のバックステージショットを公開した。この日、石川は、今日はずっと楽しみにしていた。倖田來未リブトゥ2024ベストシングルナイトに行ってきましたと綴り、倖田來未本人とのツーショットを披露。お揃いのツアーデザイン T シャツとスポーツタオルで超ご機嫌な様子を見せた石川。続けて、ベストシングルツアーということで、中学生の時からずっとずっと聴いてきた曲もたくさんあり懐かしい思いでいっぱいでした。イヤホンで聴いても最高ですが、やっぱり生で見る倖田來未様はさらに最高。いつも背中を押してもらい、励ましてもらってきましたと加え、生ライブを堪能し、興奮冷めやらぬ気持ちをコメントした。さらに、デビューから24年、進化し続けて素晴らしいパフォーマンスをされ続けている倖田來未さん、本当にすごいです。明日からまた頑張ろう、と活力をいただいた、とても良い日になりましたと、大ファンの倖田に向けたリスペクトを語った石川、素晴らしいステージを目の当たりにし、感無量といった感じだ。引退後も、CM にイベントに大忙しな石川。彼女のマルチな活躍に、ファンの視線は熱い。そんな石川に、ファンからは、姉妹みたい。かすみさん、来松さん素敵。やっぱり生歌は最高ですよね。ツアータオル可愛い。素敵なツーショットですね。可愛いです。素敵すぎ、頑張ってください。鬼方とも美形ですね。意外で貴重なツーショット。とっても素敵ですね。歌姫、&爽やか笑顔姫、などの声が寄せられた。